コランダー TV。 アイアムコランダーオールドジェネレーション。どうもコランダー TV の永田とポチモト TKB と、こちら青リンゴになります。今日は機嫌が悪いです。はい、そしてもう一人、はい、なんとコランダー史上初のゲスト、はい、TRK です。何て言いました？ TRK。 TRK、 その意味とは何ですかね？タラコです。はい、ということで、まあゲストになりますけれども、はい、TRK さんのいろいろな素性を質問形式で明かしていきたいと思います。準備はいいですか、 TRK さん？はい、はい、それではお決まりの挨拶あれやっていきましょうか。はい、せーの、レッツコランダー。はい、ということで、まあ、陸上部で結成しているコランダー TV なんですが、この人はなんとコランダー史上、あ、マッスル田中についての最年長ということになりますね。マッスル田中って誰？マッスル田中は33歳の人形。33歳。僕たちの2個上ですね。そうですね。で、TKB、モドリ、ベリーの3つ上。はい、そうなります、ね、そうなりますね。陸上部の先輩ですね。はい、言っていいの？陸上部ってアパシトン？アパシトリアン、ガンガンそれを売りにしようされるやん。はい、経歴こんな感じで、高校の陸上は超中距離800が専門でしたね。次の質問いきますか。はい、なぜ今頃になってコラダ TV の出演をしようと思われたんですか？いや、あの料理企画があるって聞いて。あ、なるほど。あーっていうのもね、まあ、まあ今年いっぱいでね、まあ勤めてた会社を、まあ、辞めるということ で、新しい料理会社料理人になる、はい、料理会社になったらおかしい。料理人に、はい、タラコさんがタラコを調理するっていう。タラコっていい TRK さんがタラコをね、調理するっていう風にもなるかもしれないんですけど、まあその関連で、まあちょっと今回料理企画っていうのもやっていこうかなって思ってるのに参加したところ、実際タラコを使った料理されるんですか、お店では？掴まないです。僕たち料理の実力をあまり知らないんですけど、何系の料理ですか？何でも作る。中華、うん、仕事は中華。仕事は中華。あ、中華好きです。おいしい。じゃあそんな料理の達人なんかですけど、まあ、料理見習い的なのになるんですね。まあまあまあ、あのタラコさんは、TRK TRK TRK さん、もういいよ。はい、はい、いいよ。タラコさんは、一番好きな料理は食べ物は何ですか？これは結構テーマですね。そうですね、僕たちも毎回言う。結構好きなよね。一番好きな料理、ちなみにポチモさんの一番好きなのは？なんて言ってましたっけ、ハンバーグって言ってましたっけね。ハンバーグ、でもね、お子ちゃまなんですね。そう、ハンバーグ美味しいもんね。なるほど。昔から僕はハンバーグって言ってましたね。好きだったから本当に好き。こう、好きよ。サバイク行きたいな。うん、サバイク行きたい。サバイク美味しいですね。ナートさんは？あ、僕ですか。で、俺らだよ。麻婆豆腐って言ってますね。あ、マジ麻婆豆腐最近めっちゃ好き。山椒が、山椒の辛いやつ、ね、めっちゃいいですよね。今日作るよ。好きな料理は？サンマの塩焼き。なるほど、いい。面白い、面白い、これ面白い。もっとさすがかこつけてイタリアのねえ、とか言うかあ、じゃあ僕からもう一個質問。はい、はい、好きなコランダー TV メンバーは誰ですか？まあ、やっぱ体ってる後輩の、なるほど、 TKB 君からさとかね。なるほど。ほんま好きと、ほんま好き、ほんま好きはちょっと。じゃあそれについて好きな動画は？やっぱりもちろんポコで、ほんま好き、ほんま好き、湧いちゃう、ほんまだったという。でも俺ちゃんと好きなの女の子やりたい。好きなの女の子、好きな女性のタイプは？女優でもいいですけど。やっぱ、まあ、動画的にミトちゃん。え、ミトちゃん、デブ、デブ。違うね。美味しい、美味しく食べてくれる、美味しく食べてくれる女の子がいい。それは結構いい。なるほど、共感が。その手で見られたんだけど、ダンス。好きなうんこの形は何ですか？まあ、トグロうんこね。じゃあ、トグロは何段かけます？3段。
ードワーク。モデリゲスもそうですね。好きな漫画は何ですか？漫画、最近、これ、約束のネバーランド。おぉ、誰が好きっすか？あの子の言った髪の毛切った子例のために、あんなや、あんな、あんなや。身長は何センチですか？ 169.5 です。体重は？ 55。 座右の銘は？座右の銘？一心かなと、そういう感じのやつ。あ、一心なんすか？ちょ、好きな色は？好きな色、好きな色、青。斜めかぶれて。あ、じゃあワインレッド、ワインレッド、ワインレッド、ワインレッド。じゃあ、好きなうんこは？トブルサンダ。トブルサンダ。トブルサンダ。好きなゆうゆう白書のキャラクターは？ゆうゆう白書見たことないよ。トブル兄弟。はい、わかりました。繋がるんだよ。知らない、知らない。おいしょ。なんか、質問しんのことあるんか。好きな乳酸菌飲料は？あ、それで。あ、好きなお寿司は？サーモン。好きな昆虫は？ヘラクレスオオカミ。好きなエヴァンゲリオンの種類は何が好きですか？ナルバキ。俺も初号機で。好きな AKB のメンバーは誰ですか？いや、もうサッシーやね。じゃあ、好きなアーティスト。アーティスト、パフューム。なるほど。元口が可愛い。もっと最高。好きなモンスターボールの種類。好きな女性の種類。女性の種類。種類。髪型。捉え方していいね。優しい人とか、何、才能のある人とか、鹿児島に似てるとか、いろんな言い方が、もうそれをすべて汲み取った上で、その人の性格の色を出していくっていうバランスになっております。なるほど。なるほど。さすが深い。中田さん。さすがリーダー。中身スカスカじゃなくて。漠然としてるようで、実は。そこまで聞いて、これ一個でその人のユーモアさを測れるっていう。なるほど。それをさあ、はい、その答えは綺麗めな人で。まあ、柴田理恵で。柴田理恵。あれ、多分結構心は綺麗。心は綺麗ですね。まあ、じゃあ、まあ柴田理恵出たことで、そろそろ質問終わりますか？ありますか？柴田理恵で最後なの。まだね、次の動画かわかんないですけど、また料理選手権やっていきたいと思うので。まあ、最後に意気込みだけ。意気込みだけ、何でもいいんで。繊維の胃袋を掴んでやる。意気込み。